こんにちは。当院で行っているインプラント治療についてご説明させていただきます。当院のインプラント治療は、できる限り痛みの少ないインプラント治療を行っています。インプラントにはしっかりと噛めるかぶせ物を装着しますので、ご自分の歯と同じようにお食事を楽しんでいただけます。歯科用 CT レントゲンで事前のシミュレーションを行うことで、より安全な手術を受けていただけます。まず院長が患者様の現在のお口の状態を把握した上で、インプラント治療についてしっかりとご説明します。他の治療法との違いや手順、メンテナンスの必要性なども詳しくご説明させていただきますので、不安や疑問はここで解消していただけます。歯を失った場合の治療法として、ブリッジ、入れ歯、インプラントの3つの方法があります。ブリッジは失った歯の両側の歯を削って支えとし、一体型の人工の歯をかぶせます。入れ歯はクラスプと呼ばれる留め具を他の歯にかけて固定します。ブリッジや入れ歯は欠損を補うために他の歯の寿命を短くしてしまうという大きなデメリットがあります。それを解決するのがインプラントです。インプラントは骨に埋め込むため、他の歯を守るだけではなく、自分の歯と同じような感覚で噛むことができ、見た目も自然で他人に分かりません。インプラント治療を理解していただきましたら、診断用模型の型取り、 CT レントゲンの撮影などを行います。CT シミュレーションソフトを使用することで、骨の厚みや状態、隣の歯との距離や噛み合わせなども総合的に把握することができます。慎重な審査の上で作成した治療計画や治療期間、費用などについてご説明させていただきます。十分にご納得いただいてから治療を進めていくことができます。実際に外科処置を行う前に、感染予防のため口腔内清掃を行います。手術に際しては万全の安全確保のため、バイタルの測定を行います。次に手術部位周辺に表面麻酔を施した上で局所麻酔をします。計画した深さまで骨を削り、インプラント体を埋入します。手術時間はインプラント1本あたり30分から45分程度です。この後、インプラントと骨がしっかり結合するまで2ヶ月から4ヶ月お待ちいただきます。また骨の幅、高さがない患者様の場合は骨補填剤を充填します。大きな骨欠損の場合は骨を増やす処置を行った後、3ヶ月から6ヶ月の間を置いてインプラントを埋入します。インプラントが完全に骨と結合したら、アバットメントと呼ばれる連結部分を装着します。この状態で歯茎が治るまでおよそ1ヶ月お待ちいただきます。
歯茎が治った段階でインプラントにかぶせる人工の歯を製作するための型取りを行います。セラミックの歯をかぶせて完成です。ご自分の歯と同じようにお食事もお楽しみいただけます。噛んでください。セラミックは汚れもつきにくく、綺麗な口元を維持することができます。自然に入ったと思います。ありがとうございました。治療完了後は回復した口腔の状態をできるだけ長く保っていただくために、3ヶ月ごとを目安にメンテナンスを受けてください。当院では通常のインプラント治療に加えて特殊なインプラント治療も行っております。歯茎を切らずに短い治療期間で済むフラップレス埋入法、抜歯したその日にインプラントを埋入する抜歯即時埋入法、インプラントを土台にして安定した入れ歯を装着できるインプラントオーバーデンチャー、このように退院では難しいとされる治療も提供しております。お気軽にご相談ください。私たちは一人でも多くの患者様にしっかり噛んで食事ができる喜びを味わっていただきたい、そして日々の生活をより豊かなものにしていただきたいと考えております。インプラント治療をしてセラミックが入った後はご自分の歯と同じように美味しくご飯を食べていただけます。ご自身の長期的な健康のためぜひインプラント治療をご検討ください。当院ではご覧の価格でインプラント治療を提供しております。その他詳しいことは当院のスタッフまで遠慮なくお尋ねください。